研究所科学サービスのお時間でございます。研究員1号の惑星のカメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ岩さん、はい、今日は私は何用で呼ばれたんでしょうか。今日はですね、はい、矢野ちゃんのご待望のお車が、はい、ついに到着しましたので、こちら後ろですね、すぐ見えちゃうと感動しないので、はい、カバーかけさせていただきましたので、こちらこうオープンみたいな形でパサッとやって、いいですね、キャーみたいなのを行こうかなと思いますので、はい、これですよね、矢野さんの待望の車でございます。あ、そうですか。はい、あ、でもまあ矢野さんの車だけの方がいいですね。そうですよ、せっかく出すので枠さんだけ先に、はい、フラゲしていいですか。大丈夫です、そのリアクションもいただければ。はい、そしたらですね、いや、嘘でしょ。いや、これはやばい。ちょっと違う意味でテンションが爆上がりしてるんですけど、これ見てか、すごいぞこれは。じゃあカバーを戻していただいて、はい、そうですね、これはこれ、ね、あれですよね、あの矢野ちゃんご待望のお車で間違いないですよね。あ、そうですね、はい、はい、まさかこんな、はい、コペンかどうかはちょっと僕車詳しくないんで分かんないんですけれども、これはコペンじゃないかなと思ってるんですけれども、ただあの写真名ちょっと分かんないんですけれども、矢野ちゃんが待望にしてる車っていうのは間違いないと。あ、そうなんですか。はい、思いますので、早く僕も見たいっす。そうですね、じゃあせっかく、はい、この後矢野ちゃん呼びに行きましょうか。あ、そうですね、はい、相当楽しみにしてるんで、じゃあ早速矢野ちゃんも呼んでみましょう。はい、行ってきます。矢野ちゃん、はい、何してはるんですか。バイクにまたがってるんですよ。はい、あの枠さんがめっちゃ探しましたけど。枠さんが、はい、撮影、あ、痛い矢野さん、はい、ちょっとすごいサプライズがあるので、はい、言っちゃっていいんですか、サプライズって。あ、そうですね、はい、言わない方がいいか、聞かなかったことや、聞かなかったこと、聞かなかったこと、はい、ちょっとただ目隠しはしてほしい。そうなんですよ、はい、じゃちょっと一緒に行きましょう。はい、やってるかもしれない。え、なんかこれ、はい、もう私目隠しで普通に歩けてる。いや、それは引っ張ってるんで、普通に大体みんな危ない。はい、反応できたんですよ、よかったです、よかったです、素晴らしい。もうそろそろ到着でございます。はい、で、こぶに行って、こうです、こう、気をつけしよう。あ、いいですね。さあ、始まりました、車研究所カードクサービスのお時間でございます。研究1号のワクソン、研究2号の矢野です。カメラ担当、岩明です。よろしくお願いしまーす。というわけでですね、はい、今日は矢野さんの待望の、ダメダメダメ、もうダメよ、見ちゃダメよ、もう分かったでしょ、今ので後ろに何があるか、もらいましたね、待望の、はい、車があるのは気づきましたね、今気づいちゃいましたね。せっかくサプライズやりたかったのにな、ね、サプライズ言わなきゃよかったね、はい、多分矢野ちゃん泣くと思うんですよ今回。いや、大丈夫大丈夫、見なくて、もうちょっと小出しにしていきたい、はい、前だけ向いといてください、はい、カメラを常に向いといていただいて、はい、矢野ちゃん待望のお車が到着というわけです。ワクさんがお渡ししたいものがあるそうです、はい、そうです。まずお車見てもらう前にね、はい、たくさんいろいろ作ったと思うんですよ。そうなんですよね。気になる方は動画をチェックしてください。はい、はい、じゃあ一つ一つ、ね、発表していきます。はい、はい、ちょっと待ってください、ね、はい、行ってみよう。まずあー、いいですね、どうぞもう分かりましたね、見たことあるよ、はい、もう何だか分かりますね、クルコースターの、はい、届きました。一つ一つコメントいただければ。これはワクチさんとイオさんがもう一個種類やったじゃないですか、はい、チェックの、はい、あれで接戦して、接戦して選ばれた空港のガリ、ヒューエルリッドガーシュは TRT じゃない方が高いですね、コペンって書いてあるほうが。あ、そうなんですね、うん、こっちが1万5000円なんで、しかもアルミプラスカーボンなんで、こっちの方がかっこよくないですか、なんかこっちにしよう、やっぱり、うん、はい、ありがとうございます。からの、まだこれだけじゃないですよね、はい、じゃあもう1個買って、はい、自分で買えてもよかったら付け替え、あー、いいですね、はい、いただきました、じゃあその現地いただきましたんではい、付け替えと、はい、それだけじゃなく、はい、こちら
構ちっちゃいですよ。これ拡大しないと。すぐ分かります。お、何でしょう。これエアバルブのキャップ。見えるかな。ほら、キャップ。あ、GR、ありますね。GR 書いてますね。すごい。これだけでもテンション上がりますよね。GR の、はい、バルブのキャップで。さっき聞きました。さっき聞きました。あの矢野ちゃん気づいていただきたいのが温度差がすごいあると。エアバルブのキャップでテンション上がる矢野ちゃんとさほどテンション上がらない伊予さんと困ってるワクスさんと。はい、バブルキャップ可愛くないですか？じゃあつけますか。ここに来て可愛いと思います。もう自分のスマホ見ながら可愛いと思いますっていうぐらいもう、 もう好きにしてください。あとはもうやってください。はい、4つもあるんだよ。いやテンション上がりますね。ね、やっぱりいいですか？はい。3つあると思わなかったもんな。ダイハツさん純正アルミ専用の盗難防止用のホイールロックナット。これは大事ですね。これは大事です。はい。取られたら悲しいですもんね。ホイール確か BBS ですよね。あの盗難防止用のロックナットどうですか。そう。どうなんですか。BBS って結構いい値段しますよね。普通に。これも取られるとアップです。そうですよね。整備する側は面倒いんですよね。はい、じゃあ、しましょう。つけるんですか、つけないんですか。つけます。はい、ありがとうございます。次は、あー、これは何でしょうか。これは何でしょう。一応、代弁して聞きますけど、これ一体何ですか、矢野ちゃん。じゃあ、ヒントあげますね。はい、もう一枚。めっちゃヒントですね、これ。大ヒント2枚、はい、果たして一体これは何でしょうか。これ、あの、ハイエースとかの、はい、下に引いてるやつ。あー、はいはい。あ、ってことは矢野ちゃんが買った車ってハイエースでしたもんね。そしたら待ってください。これもマジで本当のヒントです。はい、大ヒント。見ていい？これと関係があるんじゃないですか。ちょっと待ってください、はい、マキさん、ちょっと待ってください、はい、あの非常に怖いのがですね、はい、これじゃないですか。はい、これですね。これは分かるんですよ、はい、ただですね、ポッポッポッテンザのポッテンザ、はい、さらに、はい、タイヤがブリヂストンの書いてますPOTEMZA っていう、はい、なんと読むですかね、一般的に。ポット違う、ペットポッ、ポッテンザ、ポッテンザ、ポッポッポッテンザ、ポッテンザですよね。あ、ポッテンザ、はい、ポッテンザですね、はい、ちょっとアルファベットは非常に危険な香りが。あ、そっちの危険か。すごいヒントなんですけど、はい、ちょっと読んでいただけますか。そうですね、はい、矢野ちゃん、じゃあ見ていただいて。どうぞ。読んでいただければ、はい、もう大ヒントです。はい、あー、これガチでいいですよ。あのリアルなやつ、ボケとかじゃないんで、はい、読んでください。プレミアム、はい、プレミアムサウンド、はい、サウンドシステム、システム、はい。上はアルペン。アルペン、そう、アルペンの、もう一度、ある最初から最後まで、はい、見てください、どうぞ、はい、アルペン、はい、プレミアムサウンドシステム。あ、アルパインにするってこと。そのスピーカー、アルパインのナビにスピーカーにツイーターまでついてます。あの高音のやつ。え、これいけるんですか。いきます。じゃ買いましょう、これに。これに変える、はい、アルペン、プレミアムサウンドシステム。はい、というわけで、はい、はい、こちらです。これが重厚感の何でしたっけ。スピーカー。あ、いや、メーカー、メーカー、ブランド名はアルペン。のアルペン、はい、アルペン、アルペンの、ちょっと早口になっちゃいますね、確かに。アルペン、確かに雰囲気、確かにアルペンですね。スピーカー、プレミアムサウンドで、それに関係するものです、これ。防音シート。そう、大正解。さすがアルパインのやつですね。はい、アルペン、アルペン、アルペンでしたね、はい、違う、え、アルパイン、エルペン、プレミアムシステム、アルパイン、アルパイン、はい、次はですね、こちらを開けていただいてよろしいでしょうか。箱ですね、大丈夫ですか。え、開けていいですか。はい、じゃ開けていただいて、おお、これですね、これ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 、おしゃれな、決めたじゃないですか、ヨウさん。あ、どれです。キーケースの色を何色にするか。ーキーケースす、うわ、なるほど。ちょっと待って、ちゃんと書いてある。ちょっと、よ、見た、見たことある。そうそう、だからちょっとよく YouTube さんがコスメでこするで、はい、見てください。キーペースに、え、キーペースキーケース、はい、キーケースにコペンって、はい、この細工
すごくないですか。すごいですね。川？川でしょうね。はい、いいぞ。矢野ちゃんが一生懸命やってくれてるんですけども、矢野ちゃんの顔にしかピントが合わないです。ああ、いいですね。すごい。コッペンって書いてるんですね。そう。赤と赤で全然映えないですよ。そうですよ。そうそう、あ、そうですね。あ、いいですね。おしゃれですね。いいですね。これがついてくると、ついてくるというか、つけたと。カフェにね、お風呂に置いてあって。はい、あ、いいですね。あ、これカフェに乗ってんのかな。いいですね。そういうの、動画撮りたいですね。鍵だけカシャッというシーン撮って、その後ドアがバタンと閉まって、いいブルブルブルってなって、ウィーンって開いて、はい、ブーンというバックでいく。あ、もうなんかこれだけでイメージできますね。そうですね。おしゃれだな、これは。ついに来ちゃいましたね。コペもしなくても。あ、カゼだ。カゼ。お手に帰るって感じだ。カゼだ。どうした。急にぶっ壊れましたよ。帰らなきゃ。はい。というわけでですね、皆さん、はい、もう いろいろね、用品のご説明をしましたので、はい、次はお車の回ということで。はい、そうですね、はい。結構引っ張ってきましたけれども、はい、皆さんね。もう超楽しみですね。そうですね、ご対面ですね、ご対面ですね。じゃあオープンまで3、2、1、ご対面。超かっこよくないですか。どうしたんですか、矢野ちゃん。え、どうしたんですか、矢野ちゃん。どうしたんですか。え、コペンちゃん。え、じゃあ今回はここまでですけれどもですね、はい、次回ものすごく面白い動画になると思いますので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンと高評価とコメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。この後見るよ、来るわ。